あそこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？生と死、君らに選ぶ余地はない。ふん、せっ、しゃっ、はっ、ふっ、叩きのめされてようやくおとなしく寝る気になったようじゃな。そこの小アッパと小娘、患者の情緒を安定させてくれたこと礼を言う。素晴らしい物理麻酔じゃった。物理麻酔、うちらそんなことしたっけ？そうじゃ、まあおかげでこの者たちは傷を負うことになったがな。全力で手当てをしてやらんと。まったく忙しくて手が回らぬ。この子どこから来たんだろう。パパは？おらん。じゃあママは？ママもおらんぞ。え？さては、わしが幼く見えるゆえ子供じゃと勘違いしておるな。ここは泉州じゃぞ。よその小娘が見た目で人を判断するでない。寿命族は輪廻ができるゆえパパもママも不要じゃ。わしは転生した時から医学の道に専念してきた。探偵士の医師免許を持つれっきとした医者じゃぞ。ベロブルグの子供たちは遊びに夢中になってたのに、ここの子供たちは患者を診察してるんだね。近頃のラフは安全な場所ではない。主ら、もし用事がないなら出歩くなでしょ。でもあんたたちの将軍に仕事を任されたから出歩かないわけにはいかないんだよね。ならもし主らに何かあれば、骨でも折れたりしたらわしが無料で見てやろう。わしを救ってくれた礼に薬代も8割に負けてやる。この泉州ラフでわしに見てもらいたい患者がどれだけおるか知らぬのか。抜け出す時にもっとたくさんの金を持ってくるべきじゃった。無駄話はここまでじゃ。患者の診察を遅らせるわけにはいかぬからの。幼児ちゃん、さっきのちっちゃいお医者さん、雰囲気が周りと随分違ったね。ああ、俺も文献でしか見たことがなかったんだが、あれが寿命族なのか。文献には竜の末裔と書いてあったが、確かにその通りだったな。
邪水に感染した。うそう怖がる。さっきはびっくりした。弱り目に失礼。すまないが、安全のために不当が解放するところで、そんな時は来ないかもしれないが。皆様どうか落ち着いてください。体調が優れない方は速やかに遅行し、なお皆様にはタンパク米一袋と。大牧師の球技に問題が起きた一部の牧者と完成し、もしかしてあそこにお知り合いでもいるので。では分かりました。疲れているとは認めたくあります。そこの嬢ちゃん待ってくれ。長楽天の民と龍女様を助けてくれて本当にありがとうな。あの方は探偵師の龍女、白露様だ。さっきの子のことだよね。なんかすごく偉い人に聞こえるんだけど。天白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するためによそから客人を招いたってな。見たところお前たちのことだろ。面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地甲市の神河まで来てくれないか。長楽天について話したいことがあるんだ。あ、画像だけってここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして早く向かうとしよう。早くしてよ静寂。あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気。たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの。どうも、品位あふれるお三方。あなたたちが例の気品だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番カン。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、ふ
我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。興味があるなら私が庭園美玉パイについて教えてあげる。すっごく面白いよ。それは楽しみだ。幼児ちゃんってば、今は遊んでる場合じゃないでしょ。見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国ムカロクによれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり、つまり空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事案の門を知ってるの。ほらここだよ。ずいぶんと詳しいんだね。きっといつもサボるときに使ってるんでしょう。察しがいいね。そう、この門は性格やら侵食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっと。なんてね、今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ陽先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。
陽先生すごいね。先週人でもないのに本当に門を開けちゃった。大牧師キママ派そう。驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫したよね。諸悪大佐、チャンスだよ。ランドゥの名のもとに行説の志は朽ちることなし。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。そこまでだ。あ、客をもてなさないと。諸悪大佐、退け。君らはこの力について生徒し、君らに選ぶ余地はない。目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州、本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに、構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば、玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大牧様はそこで私たちを待ってるはず。フゲン殿、進捗は？道引きは剣、真のマニュアル。行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、
呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは、先見の明あり宝眼に漏れなしと称えられる普賢殿だ。基地を追い今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だから普賢殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。確かにお前たちになら安心して頼める。ふん、私は誰かと違って大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。静寂を同行させるから、元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除についてはコホン、自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。何？魔法の言葉って？それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。ここが中宮の陣だよ。中宮を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。
これでよしっと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。